皆さんこんばんは、高橋あむこです。今日もね、楽しんでいきましょう。始まりました、FM ルピナス、毎週日曜日19時からやっております、高橋あむこ歌作っちゃいました、イエーイありがとうございます。はい、ということでですね、この番組は川越出身のハムコが川越にあるお店の歌を勝手に作っちゃいましたという企画をね、メインにやっているラジオ番組となっております。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はいはい、ということで最近はですね、スパチャが解禁されたので投げてくれたらめちゃくちゃ喜びますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、最近はですね、最近の話をしろって書いてあるんですけど、まあ、最近はなんかトークのする下書き欄に生きるのに慣れてきた気がするって書いたんですけど、どういうことですかねやばくないですか、下書きが怖いです、もう。まあ、そうですね、生きるのに慣れてきた気はします。でもなんか意味をね、つけますと、社会人1年目みたいなさ感じで、ハムコも活動、ハムコとして活動したのが1年弱ぐらいかな、今経ったんですよね。でハムコになってから結構めちゃくちゃ活動をがっつりやるようになったわけでもないかもしれないんですけど、まあなんか形になり始めたのがそのあたりだったので、なんか感覚としては本当に1年前が慣れてなかったことが今慣れてたりするから、まあ、成長してるなってめちゃくちゃ最近は感じることが多いなって思いますね。ゴールデンウィークとかもハムコ生きてる中で、21年生きてる中で一番忙しくて、こんなん初めてでびっくりしましたね。うん、こういう感じなんだと思いました。はい、ということでね、結構まだ全然時間があるんですね。時間があるんですけど、まぁ、ちょっと歌をここで挟もうかなって思います。はい、そんなね、ゴールデンウィーク中忙しくて、ハムコ人間をね、やめたいなって思った瞬間がね、何回かあったんですよ。皆さんも多分あると思うんですけど、まあ、そんな時にね、聴いてほしい曲をちょっと一曲歌いたいと思います。聴いてください、人間やめちゃおう、にゃ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 人間やめちゃおう、人間やめちゃおう、猫猫猫猫猫猫になりたい、人間やめちゃおう、人間やめちゃおう、猫猫猫猫にゃん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 、僕は猫になりたい21歳、にゃんとか生き延びて今に至る、だけどここから先は猫じゃないと生きづらいような気がする、家にいる猫たんに聞いてみたんだ、明日一日だけ変わってくれにゃい、そしたら全然いいやってたから、僕は期待して寝た、人間やめちゃおう、人間やめちゃおう、猫猫猫猫猫猫になりたい、人間やめちゃおう、人間やめちゃおう、猫猫猫猫にゃん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 、猫猫猫猫にゃん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 、猫猫猫猫にゃん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 、ありがとうございます、イエーイ。はい、ということでね、
お聴きいただきました曲は人間やめちゃおニャ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 ンっていう曲でした。ありがとうございました。はい、そうですね、人間やめたくなった時にね、この曲を思い出してもらえたらなって思います。はい、ということで、最近気になるね、〇〇のコーナーってあるんですけど、次のコーナーが次に進みたいと思いますね。最近気になるね、ここでいつもお菓子紹介してるんですけど、ハムコね、気になってるお菓子があって、このこっちのカメラ使えるかな、無限ラムネっていう、なんかホロホロ食感のチョコレート菓子があるんですよ。これがなんかめっちゃ気になってて、ラムネだし、なんかめっちゃフルーツ書いてあるし、チョコレートだし、無限って何みたいな感じで、だからちょっとハムコ食べてみようかなって思います。いただきます。なんかね、色がねついてるわ、あのホワイトチョコの下に。でもわかんないよ、何味か。うんうんうん、え、何味かは分かんないけど美味しい。何味かは分からない、うん、でもホロホロ食感っていうのは分かる。美味しい、うん、これ無限にいけるかもしんない。実験してみる、うん、納得、マジで美味しい。うまっ。いや、これみんな買った方がいいよ。おいしい。え、これおいしい。これ、これ50袋ぐらい欲しいな、家に。マジで欲しい。毎日1袋食べる。いけるな。はい、ということで、ほろほろ食感の無限ラムネチョコレート。ぜひぜひぜひ皆さん食べてみてください。めっちゃ美味しいから食べてみてね。はい、ということでね、なんかさ、全然時間あるよね。ね、5、10、15、20分もあるよ、あとね。え、びっくりだね。はい、ということで、質問コーナーに参りたいと思いますね。質問コーナー、イエーイ、ありがとうございます。質問コーナー、質問のガチャ、なんていうあれだったかな、何でしたっけ、なんか名前ありましたよね。検索できますよね、質問ガチャ。ちょっと検索するからお待ちくださいね。ガニャになっちゃった、ガチャね、質問ガチャ、あったあった、トークテーマガチャありました。じゃあ、加藤屋さん、はい、1、2、3、4、5、6、どれがいいですか。じゃあですね、はい、6、かしこまりました。そうしましたら、仕事の欄ですね、カテゴリーでハムコがちょっと質問に答えていこうと思います。いきますか、仕事のカテゴリーいきますか。ハムコさん、ね、ちょっとやってみないと分かんないですね。ちょっと行っちゃいましょうか、もう真面目に。はい、意外とキャリアウーマンかもしれないから。はい、じゃあ行ってみますね。真面目に行きますか、今日はね。はい、真面目に行きましょう、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、一番達成感のあったプロジェクトは、だってなんか全然自分の市場でした。達成感のあったプロジェクトですか。ライブに置き換えればいいんじゃないですか。ライブにしましょうか。で、今までやってきたライブの中で一番思い出のあるライブとか、うん、これは結構、はい、私の中で忘れられないワンマンライブだったなとか。あ、そういうのってやっぱり、それはやっぱ連携時ですかね。連携時が一番、なんか現地も30人ぐらい、現地限定ライブだったんですけど、ワンコインワンマンライブで、いつもは新宿ロットでやってるのを、川越っていう私の地元の、お寺の方でワンマンライブした時が、なんか一番、なんだろう、楽しかったかなって。本当ですか、印象が残った感じですかね、うん、そう、すごいあったかくて、はい、気温もめちゃくちゃ
楽しかった一日で、ちょうど春でしたしね。そうなんですよ、桜も咲いててめちゃくちゃ思い出がね、お客さんも満員でね、はい、よかったですよね。嬉しかったですね。すごかった、はい、また7月のね16日に高橋ハムコ初ホールワンマンライブっていう、バースデーもバースデーホールワンマンライブっていうのを、また地元川越のねウエスタ川越のショーホールという場所でねやらせていただきます。ウエスタ川越はいつかハムコがワンマンライブしたい場所の一つで、なんか成人式を、自分の成人式をそこでやってるので、ちょっとやりたいなと思ってたら、ショーホールの夢がねまず叶ったというところで嬉しいので、ぜひ皆さんバースデー最高の日にしたいので、応援しに来てください。150名現地と配信目指してるのでよろしくお願いします。はい、はい、こう新宿ロットとかでもよくやってるんじゃないですか。はい、で川越とね、こうやっぱ都内と川越違うと思うんですけど、やっぱ地元でやるライブと都内でやるライブっていうのは気持ち的に違ったりするんですか。はい、なんかそうだな、なんか都内でやる方は割と配信がメインのライブみたいな感じになってるので、地元でやる方は現地が割と結構来てくださるライブが多い気がするので、なんかそうだな、すごいお客さんのね顔が見えるのはすごく嬉しいし楽しいし、また新鮮味があって、はいはいはい、はい、すごいいいなって思います。地元、まさに地元っていうね、うん、そう、地元だからこそやっぱ現地がね、はい、多いのかもしれないんですけど、もしまあね川越来てくれたら、うん、はい、今までハムコさんが歌ってた歌のお店に、うんうんうん、こう寄りながらね、うん、ライブも楽しむっていうのがいいかもしれないですね。あー確かにいいですね。確かここの歌歌ってたよな、美味しそうだなみたいな。ぜひぜひぜひ、ね、川越来たらねみんな行ってほしいです。ラジオも聞いてね、聞き直したりとかしてもらって、まあ、ハムコのねもう一つ夢としては、川越の全てのお店の歌を作るっていうのが目標なので。全てってやばいですね。そうなんですよ、全て作った時は、うんうん、川越観光大使になるかもしれないです、ね。頑張りたいと思います、はい、大使になりましょう。じゃあなります。はい、はい、じゃあ次のね質問に行きたいと思います。なんかこれ前もなんか見た気がするな。楽しいけど給料は少ない仕事は、楽しくないけど給料のいい仕事、どっちを選ぶ。なんかこれ前も私言った気がするんですけど、まあ私の場合は楽しいけど給料は少ない仕事を選んで、頑張って給料を多くするにはどうしたらいいかなっていうのを探しますね。それが一番いいかなって思います。次、将来なりたい職業を教えて。今もうなってるんですね、これってすごいですね。うわあ、シンガーソングライターですか。はい、そうですね、すごいですね、夢叶いましたね。もう叶っちゃった。じゃあ次のじゃあ2番目とかはどうなんですか。シンガーソング、じゃあシンガーソングライター以外でなりたい職業とかあります。うんうん、真面目な方で。じゃあふざけた方で。ふざけた部門があるんですか。じゃあふざけた部門と真面目な部門それぞれあります。うん、そうですね、ふざけた方はもう職業じゃないかもしれないけど、まあ、猫になりたいっていうのが猫、まあ、そうですね。いやすごい発想ですねそれ。まあ、さっきもね人間やめちゃうにゃ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 歌ったと思うんですけ ど、ね、やっぱりその猫になりたいなっていうのはありますね、ずっと。やっぱいい、うん、高橋家に生まれ、高橋家の猫がいいですか。そうですね。確かに。じゃあハムちゃんみたいな子に可愛がられたいなみたいな。はい、そうですね。はい、うん、じゃあ入れ替わるみたいなね。そう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 、入れ替わりたいんですよ。人間やめちゃおうにゃ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 んでも言ってるんですけど、ねちょっと入れ替わってもいいかなって猫に聞くんですよたまに。入れ替わってくんないとか言うけど。なんか次の日起きたら入れ替われてないんですよね。一日猫の動きすればいいんですか。じゃあずっと寝て、そうハムちゃんがもう猫の動きをしかしない、うん、その日はなんかでもしたことある気がする。怖ねある気がします。あ、そうなんですね。はい、ある気がします。お母さんが何を言っても、はい、あーそれはな
ないしか言わない、ね、猫だから。それはないや、それはなかったや。いや真似してるよとかはダメです、うん、絶対ダメですよ。24時間猫になりきるんで足りなかったな、うん、努力が。次いいですか、あの、うん、お母さんには絶対言っちゃダメですよ、はい、この日猫になるからとか言っちゃいけない、はい、その日もサプライズ的に勝手に猫になって、あの猫の真似をするという。そう。ね、どうしたのって言われても、はい。ああ、以外は絶対に言っちゃいけない。わかりました。大丈夫ですか。やってみましょう。はい、ありがとうございます。その時のどうなったかの話が、はい、めちゃめちゃ聞きたいです。そうですよね。はい。それ私もめちゃくちゃ気になります。気になるんだ。どうなるんでしょうかね。想像がつかないですね。なんか変なの食べたみたいな、いろいろ聞いてくると思います、うん、逆に。いやそうですよね。そうです、うん、カンペとかないと難しいですよね。喋れなくなっちゃったのとかね、うん、本当にびっくりするかもしれない、はい、じゃあまあ現実的な方もちょっと考えますね。はい、お願いします。現実的な方、現実的な方ですよね。したら、ええ、カフェの店員とかね。社長になりたいです、ね、社長、社長になりたい。今社長みたいなもんじゃないんですか、ね。まあ、割と社長みたいなもんなんですけど。社長気質ありますよね。そう、うん、社長やりたいです。多分できると思う。何の会社やりますか。 そうですね、うん、何の会社やろうね、ええ、そこなんですよね。アーティスト育成とかどうなんですか。まあそっち関係でもね、いけるかもしれないですね。そっち系だからね、うんうん、いいや、今の知識を生かしてね、はい、それもできるかもしれないし、はい、ねえ、でも社長ね、でもどうなんだろう。いや、多分向いてると思います。僕向いてると思いますか、はい、本当ですか。そう、まあ、ほわほわっとしてそうで、うん、しっかりしてんじゃないですか、中身が。意外とね、意外とそうなんですね。そう、うん、みんな騙されちゃいけないですよ、ほわっとしてるあのキャラクターに。意外とね、意外と、そうだから、ね、社長だったとしても、まあ、はい、納得はできるっていうか。あ、本当ですか。しっかり運営はできるんだろうなっていうのは思うし。あら、嬉しい。でもキャラクターがすごくいいんで、うん、そっちでもいけるので、はい、まあ二刀流みたいな感じですよね。二刀流、はい、やりましょうよ。じゃあやっちゃいますか、サクッと。そうですね、ね、うん、そうですね、はい。まあなんか別に違う業界のね、アパレルとかでもいいと思うし、アパレルじゃないですか、ね、違うあれでもいいんですけど。好きなブランドとかあるんですか。好きなブランドは全然なくて、でも洋服は好きなので割と。なんか猫専門の洋服とか、うん、あ、かわいい、ね、うん、やっぱで猫の歌を自分でほら作って、確かにその歌を、ね、お店で流しちゃってね、そう、店とか、うん、宣伝しながら、うん、猫のもう猫専門ショップですよね。あ、それいいかもしれない、ね、いいの。お、これはちょっとスポンサー募集しましょうか。結構ありですね。出資してくれる、うん、高橋ハムコ社長の、猫専門ショップ。ねえ、ね、猫の服斬新。猫って服着てますっけ。猫服着てないですよね。結構嫌がるんじゃないですか。犬はありますけど、ね、ですよね。多分私の飼ってる猫ちゃんにも服は着せられないかもしれない。そう、ハードルが高いっていうね。試しができなくなりました。身近で。いやいや、まあ、服って言っても人間が着る猫の服ですよ。人間が着る猫の服ですか、うん、だからほら猫のイラストとか。あ、そういうこと。そうそう、猫が着る服かと思った。そう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 。あ、猫の服着る服ももちろん含めて。あー、そっかそっか、うんうん、だから暴れててもなんかサクッとこう、うん、できるような、できるような何か、うん、そう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 、確かに確かにね。そういうアイデアを社長の、ありですね。社長の方でちょっとね、飼ってるからこそね、分かることとかあるかもしれない。逆に服じゃなくてもこう足にこう、うん、ポンってつける可愛い。あー、確かに確かに、そのぐらいだったらできるかもしれない。そうですよね。これはちょっと夢が広がりましたね、うん、飼い主さんも猫ちゃんも可愛くね、おそろちでいられるの可愛いですね。猫カフェとか行ったりとかするんですか。猫カフェ1回だけ行ったことあるんですけど、はい、ハムコ猫アレルギーマックスなんですよ。そう、そうなの。だからね、あの3匹家で飼ってる猫ちゃんは短毛なんですよ。はいはい、短毛だからあんまり毛がこう、うんうんうん、めちゃくちゃ抜ける猫ちゃんじゃないので、はいはい、比較的あの薬飲めば対応できるんですけど、はい、どうしても猫カフェの猫ちゃんとかだと多分対応しきれなくて、まあ、数もね、あの、うん、多かったりするから、うんうん、ちょっともう入った瞬間マジでくしゃみと鼻水が止まらないっていう。そっか、はい、犬は大丈夫なんですか。ワンちゃんは
どうですかね。ワンちゃんも若干なりますかね。ああ、そうなんですね。うん、猫ほどではおそらくないんですけどね。ワンちゃんより猫派ですね。そう、猫派なんだけどワンちゃんより猫の方がアレルギーもあるというね、うん、これは面白いですね。こういう肩書きがいいんですよ、こういうのは。本当に本当に ね、はい、卵アレルギーだったら絶対卵を食べちゃいけない人みたいな、それぐらい強いね、アレルギーだから、うん、もうこれ以上強くならないことを祈りたいですね。そうですね、社長よろしくお願いします。はい、お願いします、頑張りますね。はい、スポンサー募集してます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、スポンサー紹介のね、そんなこのラジオのスポンサー紹介をしたいと思います。スポンサーはですね、クラフトタタタタタクラフトタタミ高橋っていうハムコのお父さんがやっている会社になりますね。国産の畳を専門に扱っていて、そういうね、畳屋さん日本に 20% 切っているんですけど、めちゃくちゃね、仕上がりがすごい綺麗なんですよね。本当に綺麗で、今時の感じの畳なんだろうって思いつかないと思うんですけど、全然今時のお家にも馴染むような畳の作り方を全然できるので、なんかくつろぎたいなとか、そういう場所が欲しいなとか思う方は、ぜひぜひ畳、クラフト畳高橋で検索してみてください。よろしくお願いします。はい、そして、いつもめちゃくちゃ最前線で応援してくれているケイちゃんですね。ケイちゃんがスポンサーになってくれております。本当に本当にありがとうございます。めっちゃ感謝してます。ありがとう。はい、ということで、今日の歌のメインのコーナーね、今日の歌、高橋ハム子歌作っちゃいましたっていう題名の通り、川越出身のハム子が川越のお店の歌を勝手に作っちゃいましたっていうね、コーナーに参りたいと思います。イエイイエイ。ということで、今日はちょっと待って、そう、今日はね、ハム子が蓮慶寺さんのっていうお寺でワンマンライブをやった時に、帰りにこの前メジャーデビューしたあるちゃん、南川あるちゃんと、その時に来てくださったカメラマンさんの YK さんって方とホットサンドのお店に行ったんですよ。で、そこをハム子毎回通ってて、すごい気になってたお店でずっと行けてなくて、で、あるちゃんがそこ行きたいって言うからそこに行ったんですよ。通りかかった時に行きたかったみたいで、そこに行って、で、食べたらもう超美味しくて、しかもね、おしゃれなんですよ。通りすがるところの見えるところが、なんか出店とかでトラック、おしゃれな出店あるじゃないですか。そういうところで販売をこうしてて、で、なんか屋根付きのテラス席と中もあるのかな。で、お店のなんか看板ワンちゃんみたいな子が服着てワンワンしてるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ、その子が。で、アルちゃんも超大喜びで、もう超アルちゃんも可愛かったっていうね感じだったんですけど、なので、そんなね、ホットサンドの美味しいお店の、ここなんて読むのかな、ラフォーレグリーレッドホットサンド、ラフォーアグリーレッドホットサンドですかね。ここね、よくね、イベントやってましたよ、うん、僕。あ、本当ですか。ここでライブをね、2、3回やりましたね。あ、そうなんですか。はい、雰囲気がめちゃくちゃ合いますよね。雰囲気合いますよね。ね、歌と相性良さそうですね。確かに確かに。そうですね。ここめっちゃ美味しいですよね。ここでライブやるんで、うん、はい、通ってる人みんな聞くんですよ。外に向かって、そこから外に向かってやってたんで。あ、そうだったんですか。はい、そうです。いや、それはもうめちゃくちゃ楽しいライブだと思います。ということでね、今日はそんなホットサンドにね、スポットライトを当てまして、ちょっとハム子、歌作っちゃいました。聞いてください。ホットサンドの美味しいお店、ラフォーレグリー、何でしたっけ？グリーレッド？ラフォーレグレーテッドグリーレッドホットサンドっていうお店の歌を歌います。聴いてください。ホットサンドおいしい、ホットサンド美味しい、リンゴチーズ甘じょっぱ最高、お店のワンちゃん
しい、ホットサンドおいしい。ありがとうございます、イエイ。はい、ということで、あのホットサンドのおいしいお店、ラフォーレグリーレッドホットサンドっていうねお店の歌を歌わせていただきました。あのハムコが頼んだのがなんかリンゴとアップルシナモンウィズチーズっていうのを頼んだんですけど、リンゴとチーズがマジで甘じょっぱ最高すぎて、もうこれはマジで最高です。もう本当に美味しかった。マジでまた食べたいなって思います。はい、行きたいなはい、ということでね、ぜひ皆さん行ってみてください。待ってね、次が最近のエピソード、最近のエピソード、あ、ライブの告知をして最後終わりたいと思います。6月の7日、2本あるんですけど、1つが6月のね7日、ちょっと待ってね、9月の、待ってね、ちょっと待ってね、どこだったかな、少々お待ちください、お待ちください。6月のね、ちょっとね、多分合ってると思うんだけど、7日なんだけど、一応確認したいと思っちゃって。あったあった、そう、6月の7日の火曜日にハムコとてるてる坊主っていうワンマンライブが新宿ロットさんにてあります。で、オープンが18時からで、スタートが18時30分からとなっております。あのこちら現地と配信チケットありますので、ぜひぜひ、なんか梅雨を楽しみたいよって方とか、梅雨憂鬱だよって方とか、絶対ハムコがハッピーにしてみせますので、ぜひぜひ来てください、よろしくお願いします。はい、そしてもう一つがめちゃくちゃ大事な告知になります。初のホールワンマンライブ、高橋ハムコバースデーホールワンマンライブ in 上下顔街小ホールというね、ワンマンライブが7月の16日土曜日にございます。はい、こちらちょっと先なんですけど、あのオープンが19時から、スタートが19時30分からとなっていまして、現地と配信両方ともございます。あの初のホールワンマンライブでバースデーも兼ねていますので、こちらは現地50人配信100人目指して150人ワンマンライブができるように、ハムコ今めちゃくちゃ頑張っているので、ぜひ皆さん、地元ハムコの地元川越に来て、川越のね歌ってるお店とかでいいなって思うとかあったら、ぜひそこ回ってもらって、見に来てくれたら嬉しいなって思います。ぜひ来てください、よろしくお願いします。はい、ということで、あのスポンサーはハムコのお父さん、クラフト畳高橋とケイちゃんでお送りさせていただきました。本当に皆さん、今日は見てくださってありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。